ふっころデイズ。やあ、せつなけいすけだよ。今回やっていくのはこちら、くっころくっころくっころデイズ。これはね、過去に実況したアイドルデイズの同じメーカーキュリエイト様が作ったゲームで、見ての通りちょっとエッチな雰囲気あるでしょ。まあ異世界からこの女の子の騎士が現代に来てその子と生活をするっていうゲームで、何それ何同人誌何それ同人誌みたいなそんなゲームです。やっていきます。確か去年の8月に発売されて、もう結構いろんな人が実況して人気が出とるようなゲームだったと思う。さすがケイスケ、はい。お同人誌の主人公になってくるわ、お前。俺、同人誌の主人公になってくるわ、俺。うだるような暑さと、セミたちの鳴き声が、どちらも落ち着き始めた季節。俺は、流行りの音楽を聴きながら、バイト先から帰る途中だった。いつもなら、コンビニ立ち寄って、肉まんでも買うのだけれど、今日は、早く帰る理由がある。なんだ?見たい番組があるんか。さーて、今回紹介してもらった小説はどんなもんなのかな。俺の背負うリュックに入っているのはバイト先の同僚から借りたライトノベルだ。おお、結構オタク仲間がおるんやな。ライトノベルとか、ライトノベルか。俺最近全然読んでないな。昔春日とか結構読みよったんやけどな。年も近いそいつとは仲が良く、たまにこうして本やゲームを借りている。いわゆるオタク系な友人なのだが、彼が紹介してくれる作品はいつも外れがない。ラノベもアニメもゲームも人並みにたしなう程度の俺でも十分に楽しめるものばかりだ。結構すごい友人がおるんやな。ガチな人が。自分で買うと大体ダスクばっかりになるからな。いつまでたってもアニメ化されないっていう、そういうレベルのやつばっか買ってくるんか、お前。だったら逆にさ、あ、これアニメ化されるんだ。だったらライトノベル読んでみようみたいな感じで選べばいいんじゃないかなって俺思うわ。それだったらな、どうにも俺は作品を見るセンスがないらしく、いつも外ればかりを引き当ててきた。あるもんな、全くアニメ化されずにさ、数少ない関数で終わるようなライトノベル。そういう意味では友人がおすすめしてくれるのはありがたいんだよな。だから今回の本だってきっと俺が満足するもののはずだ。そういうわけで、新しいおもちゃを買ってもらったばかりの子供のように俺の気持ちは浮ついてた。そんなに新しいおもちゃを買ってもらったばかりの子供って結構やぞ、お前。わーいわーい、飛び跳ねながら帰るよな、家で。あの、おもちゃ入った袋持ってさ、飛び跳ねながら帰るよな。よっぽどやぞ。バイトしようってことは大学生ぐらいなんだろうけどな、主人公。ただいまーっと、誰もいないんだけどさ。自分でさらっと。そんなこと言うんじゃないわ、お前。わあ、なんか部屋の中か、アイドルデイズの主人公とすげえ似てるわ。なんか似たような部屋見たことあるわって思ったわ、俺。なんかアイドルデイズの主人公もこんな部屋じゃなかったっけって思うやけどな。比べてみよう、後で。自称、お、え、自称だったっけ、思わせた。自称を多分に含みつつ、誰もいないアパートの部屋に、帰宅の準備をする。あ、帰宅の挨拶をする。帰宅の準備って。もうついとるのに。実家を出て一人暮らしを始めてから数年。まだ同棲はおろか、彼女さえいない俺にとっては、帰宅時の挨拶なんて虚しいだけだ。大丈夫なんですよ。これから、そういう同棲をする彼女ができるんですよ。異世界から。異世界から。それなのに、両親の教育が良かったのかどうかは知らないけど、律儀にただいまを言う俺がいる。ああ、わかるわ。俺もさ、小さい頃からさ、ご飯食べる時のいただきますとごちそうさまでしたが、大人になっても欠かさず言う気がするわ。飯は後でいいか。とりあえず、ソファー代わりへと、ベッドに腰掛け、リュックを下ろして、書いた本が入っている、紙袋を取り出す。あ、いきなり読むんじゃ。よし、開けるぞ。ある意味これおかずやけんな。
ある意味でおかずやけんな。どんな内容のライトノベルか知らんけど、ちょっとエッチなシーンがあるんだったら、ある意味おかずやけんな。今度はどんな作品かと、なのかと楽しみにしながら、中の本を取り出してみる。え？きっと、目が点になるとは、このことじゃないだろうか。どうした？なんだ？とんでもないねじれ性癖が起きとるようなライトノベルだったら？表紙には、半裸なのに、鎧をつけた、身を守る気があるのかないのか、判断のつかない女騎士が抱えている。ああ、あるよね。ライトノベルとかアニメとかさ、そういうのよくあるよね。鎧として意味なしてないじゃないですか。でもそこがいいみたいな感じであるよね。うん、完全にこのゲームの女騎士みたいな感じになったよ。スタート画面におった女騎士みたいな感じだろうな。いわゆるライトノベルなのは間違いないのだが、こういう美少女系を紹介されたのは初めてだ。ちょっと上のランク進めてみようかなとか思われたんじゃないの？そっちの方面に一つランク上ったやつ進めてみようとか思われたんじゃないの？あいつ、俺ならハマるって言ってたよね。それはつまり、俺はこういうのが好きだと思われてるってことなのか？ちょっと偏見持たれてるんやな。結構ノーマルだと思っとったのに自分のことをみたいな。いや、確かに紹介された美少女アニメとかラブコメは見ることはあるけど、まあいいか。とりあえず読んでから判断しよう。俺のいいところはきっとこういうところなんだと思う。おすすめされたものなら基本的には何だって好き嫌いをせずにちゃんと最後まで読む。自分に合ってるかどうかは読み終わってから判断すればいいことだ。偏見がなくて素晴らしいな。うわ、絶対これ合わないわーで入っとったらさ、なも新しい世界に踏み込めんからな。どれどれ？ペライド表紙をめくって、俺はそのライトノベルを読み始めた。意外と面白かったな。面白かったんじゃ。思わず飯を食う頃とすら忘れて、一気に読み終えてしまうほどののめり込んでしまったようだ。やめな。ライトノベル一冊読み、一気に読み終えてしまうって結構時間かかるんじゃないの？しかもそれを飯を食うことすら忘れてやけんな。今何時？表紙のイラストからは想像もできないほどに重圧なストーリー。キャラクターの魅力もしっかりしていた。ああ、完全にさ、イラストをエチエチ感で釣ろうとしているような話ではなかったってことだよな。いや、そういう意図もあったかもしれんけど、結局のところはストーリーで評価してくださいみたいな感じなんだったんだろうな。主人公の女騎士がピンチに陥った時なんか、ページをめくる手が震えてしまったくらいだ。特に感動したのはラストシーン。数々の苦難を乗り越えた女騎士が、ついに普通の女の子として生きていくと誓ったシーンで、愛の類推は崩壊してしまった。でもまあ、これってファンタジーだもんな。女性で騎士というのが歴史上いなかったわけではないだろうけど、このライトノベルのようなドラマティックな展開なんてあったはずないよな。なんてことを考えながら、座っていたベッドから立ち上がろうとした瞬間だった。どうした？おわー、なんだ、イスカエの門が開くんか。これフローラルの香りが広がっていたぞ。そういうなんかいい匂いするようなやつ焚いたわけじゃないだろうに。強烈な光が俺の体を包んだ。うわ、野球場にある大きな照明にでも照らされたかと思うほどの光量。あまりの眩しさに目を開けていられなくなり、平衡感覚を失って部屋の中で横転してまった。爆弾でも爆発したのかと頭をよぎったが、爆音も衝撃波も伝わってこない。なんだよ。うわー、魔法人出てきてる。何か召喚される時みたいになってますけど、何ですか。ハガレンの世界じゃないんですよね。ハガレンの世界だったら俺、左腕とか右足とかなくなってますけど、大丈夫ですかね。転んだままの体勢で、ゆっくりと光の方向、ベッドの上あたりを見る。眩しいのは眩しいが、さっきほどではなかった。代わりに、ベッドの上の何もない空間に、不可思議な模様が浮かび上がっていた。ほっ。だろうな。そうなってしまうよな、現実にそれを見たらさ。空間に浮かび上がっていた模様は魔法陣に似ていた。こういうのって
ファンタジー映画やアニメで見たようなものを見たこ、似たようなものを見たことがあるよな。なんでこんなものが俺の部屋に。恐る恐るその魔法陣のようなものに手を伸ばしてみる。あ、言うチャレンジャーな。電気ビリビリってなってますけど。けれど触れてみようとした俺の手は何の感触もなく空を切った。え、これはつまり実体がないということだろうか。冷静に分析すな。えーって、俺叫びまくっとるだったら、俺だったらめっちゃ冷静に分析しとるやんこいつ。何度か魔法陣に手を通しては引いてを繰り返していると、光では再び強くなる。うわぁ、驚きのあまりすっとんきょうな、声を上げ尻餅をついてしまう。いってー、打ちつけた腰をさすりながら光り続ける魔法陣を じっと見つめる。何かやってはいけないことをしてしまったのだろうか、なんてことを考えていると魔法陣に異変が起きた。発光がさらに強くなり、次第にその光の中に影が形成されていく。来るぞ。あー、むっちむちむちちむちむち、うふんふん。せつけい。えちえちな俳句。人の形をしているそれは、当然、俺のものではなかった。嘘だろ。光が次第に弱くなっていき、浮かび上がってきたのは、見知らぬ女の子の姿だ。魔法陣の光から女の子が出てくるなんて、そんなこと想像さえしたことないのに、マジで嘘だろ。ライトノベルあんなに読み読んでたら想像ぐらいはしたことあるだろう。え、お前そういうやつか。おい、ライトノベル読んどんだったらもうちょいそういう想像したことあるだろう。嘘つくなお前。ライトノベル読んだ男の子大体は想像してるんだよこういうこと。それは嘘だお前、訂正しろお前。どうなってるんだよこれ。俺が困惑するのも無理はないだろう。ただでさえ理解が追いついていないというのに、女の子の格好がまた常軌を逸しているからだ。コスプレでしか見たことない。いや、コスプレでもここまでのクオリティ高すぎるだろうって感じ。吐息が聞こえる。エチエチな吐息が聞こえる。魔法陣の前に浮かんでいたその女の子は、重厚な、これ、甲冑って読むんかな?を身につけていた。先ほどまで読んでいた、ライダーノベルに出てきてもおかしくないようなその姿。日本ではあまりお目にかかることのない美しい金髪に目を奪われかけたのをつかの間、魔法陣が消えるや否やその子は俺のベッドの上にボトンと落ちた。怪我をしてるんか。あ、確かにちょっと胸とか頬とかになんかそれっぽい傷かながあるな。苦悶のうめき声とともに女の子が体を震わせる。なるほど、これがクッコロってやつですか。これがクッコロってやつですか。怪我をしてるのか。髪の美しさの中に目を取られてる場合じゃなかった。よく見てみると彼女はあちこちに怪我をしていて、腹部からはひどい出血もある。事態をよく読み込めていないままではあったけれど、俺は思わず彼女に声をかけた。大丈夫ですか?よかったな、これ。ゲームで。これが同人誌だったらさ、もう大丈夫ですかじゃなくてさ、いきなりさ、主人公、自分の一物出してさ、うひひひ、兄ちゃん、痛んでるようだな、俺が介護してやろうか、みたいな感じで襲いかかってるからな。よかったな、これがゲームで。たまにゲームでこういうシーンあるよな。エロゲーだったらよかったな、お姉ちゃん、エロゲーじゃなくて。ちょっとエッチなシーンがあるけん、これもエロゲーといえばエロゲーかもしれんけど、エロゲーではないってことにしておきます。一応ね、エロゲーってない手でやっております。YouTube もそういうバン激しいからな。ベッドの上に横たわっていた彼女は、朦朧とした意識の中で体を起こそうとしている。けれど、体のあちこちから痛むだろう。すぐにまたうずくまってしまった。怪我、大丈夫ですか?血が出て。俺の声に彼女の背中が跳ねる。なんだ貴様は。うわあ、叫ぶが早いが、
彼女は腰に備えていた剣を引き抜いて俺の首元に突きつけてくる。ちょっと、配信員こう焦りすぎてザタッチ出てきますからね。答えろ、ディアブロの配下か。誰だよディアブロって、お前。彼女は俺を見るなり顔つきが豹変した。あ、さっきまでの顔可愛い顔、あーでもこれも凛々しくて可愛いですね。凛々しい可愛いやけんな、凛々しい可愛いやけんな。お前ディアブロ、何の話ですか。黙れ、私の問いにだけ答えろ。知らん。どうやら興奮状態に陥っているようで、俺の言葉届きそうにない。剣を突きつけられるなんて、急かな会見をしながらも、俺は努めて冷静に言葉を選んだ。彼女は本気だ。迂闊なことを言ったら正にならないかも、謝にならないことになりそうだし。そうだ、俺の首から上がポーンってどっか飛ぶよ。お前黒ひげ危機一髪のごとくどっか飛ぶよ。俺はその何度かの配下ではないです。ディアブロの配下ではないというのか。ディアブロ、悪魔の名前やな。ディア何ですかそれ。とぼけるな、暴流ディアブロを知らぬ者などいるはずはない。知らない、お前らの常識で語るな、首元の剣がさらにグイッと押し付けられる。チクッとした感触があった。どうやらこの剣は冗談抜きで本物らしい。多分主人公が M だったらここでちょっと心の中で歓喜していることですよ。ありがとうございますって。でもそんな状況じゃないよ、死ぬよ。言葉選び間違えたら死ぬよ。このまま剣を押し付けられたら多分俺の首は胴体から綺麗に離れてしまうことだろう。多分ほんまに黒ひげ危機一発が始まるぞ。危機一発っていうかもう死んでるけどね。本当です、本当に知らないんですよ。お前は首を切るつもりか。オルドワール王国騎士団長カドレアの名において貴様を討伐して。お、カドレアと名乗った彼女が持っていた剣が鈍い音を立てて床に落ちる。と同時に彼女は意識を失いかけたのか、俺のベッドの上に倒れ込んでしまった。弱ってるんやな、やっぱ。とうとう来ました、クッコロ来ました。わあこの表情、もうどう考えても同人誌とか見ないような表情だと思う。クッコロ戦の時の表情じゃないぞお前。いいぞ、私に体好きにしていいぞみたいな時の顔やぞお前。それクッコロ戦の時の顔じゃないぞ、どう考えてもお前。いきなり物騒なことを言い出す彼女に面食らってしまう。殺せって何を言ってるんだこの人は。なんだこれ、なんかの隠語か。私の体好きにしていいぞっていう意味でクッコロせって言ってるか、そういう同人誌的なあれなんか。そんな顔してるな、でもそんな顔してるな。もういいぞ、私の体好きにしてもいいぞみたいな顔してるな。していいんか。え、人思いにやれ、慰み者にはならないぞ。はい、なんだろう、何か致命的な誤解を抑えてるような気がする。いや、そんなことはともかく、いや、そんなことより血が。血だと？貴様、私の血をどうするつもりだ。メルカリで売ったら高く売れるかな。どうするもこうするも。我が血で何かの儀式をするつもりか？それとも私の血をすするというのか。やはり野蛮だな、魔物め。違う、あなたの血を世界で血が足りなくて困っている病院機関に届けるんです。真面目。主人公突然真面目になったんやけど。どうしたん、こんなところまで真面目にならんでもいいだろうね、お前。おいおい。金ないのにユニセフに募金するような感覚やぞお前。これは全然話が通じてないぞ。これ以上の問答は意味がない。とはいえ彼女を落ち着かせるためにどうすればいいかなんて思い浮かべるわけがなかった。なんだろう、ガラガラでも鳴らすか、カラ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 って鳴らすか、赤ん坊か。 SF 映画とかならこういう時陣痛剤とか打つんだろうけど、あいにくここはただのアパート一室で、俺は平凡な一般人だ。そんな気の利いた便利アイテムなんかあるわけがない。え、5時間ぐらいくまなく探したらあったりするかもしれんよ。えい、貴様がその
のつもりなら私にも考えがある。なんだい？魔物の慰み者になるくらいならば私はここで自らの首を落とす。やめろ。待っと待ってくださいよ。そんな凛々しい顔で言うんじゃない。意を決したような表情で剣を首筋に当ててみせて、彼女から慌てて剣を奪い取る。何をしようとしてるんですか、あなたは。騎士の誇りたる剣を奪われるとは。殺せ。口癖になってるのかい、お前。殺せっていう言葉は口癖になってるんかい、お前。どんだけお前殺されそうな状況から抜け出してきたんだ、お前。修羅場くぐりすぎだろ、お前。言い慣れすぎなんだよ、お前。ああ、もう、何なんだ。訳が分からず、俺はそう叫んだ。が、そう叫びが、彼女の耳に届くことはなかったようだ。お、銃傷の身で、あれだけ、荒々しく騒いなんだから当然な気がするが、ついに意識を失ってしまった。力尽きた。俺のベッドの上で倒れたままの彼女を呆然と眺めて、俺はつぶやく。どうしよう。っていうか、どうするのが正解なんだ。人生正解ってないですよね。どうすれば正解なんて、とりあえず選んだ選択肢で前に進むしかないんですよね。そういう意味ではもしかしたらここで襲いかかってズッコンバッコンしても正解なのかもしれません。人としては失格だけどな。とりあえず怪我をしているのは間違いないわけだから、病院に連れて行くのが一番だよな。まあ普通に考えれば。だが、すでに病院の診察時間はとっくに過ぎている。あるよね。でも背中かついて、先生先生お願いします、先生お願いしますみたいな、あれあるよね。あれやってみる。急患です、急患なんです、急患です。緊急外来ならと119を押そうとしたところで、俺は冷静になった。どうした。待てよ、俺はこの電話でこの状況をどうやって伝えればいいんだ。魔法陣から手負いの女の子が出てきたなんて誰も信じてくれないだろう。やばい。下手すりゃ俺も病人かと思われるで、精神的な。それに現場を見た救急隊員によって警察にでも通報されたらたまったもんじゃない。警察頼むわ。現場検証で調べてくれ、俺のベッドの上。そしたら魔法陣の痕跡が見つかるはずじゃ。こんなん検出できるのだろうか、警察が。そこまで考えて俺はそっと携帯電話を置いた。とはいえ、このまま彼女を放っておくわけにもいかないだろうし。けど、俺に何ができるってんだ？わ、どうしよう、ここセーブしといていいかな、みんな。どうやってセーブするんだ、これ。どうやってセーブするんじゃ、これ。これはさ、多分アイドルデイズの時みたいにさ、どっち選択しても結局同じルートに戻ってくる系のゲームだと思うよ。ちょっとセリフが変わっただけで、ちょっとセリフとかちょっとだけ展開が変わる程度でさ。でも俺だったらこの状況さ、自分で何とかしようかなーって思いそうやな。自分で何とかするしかないよな。俺は覚悟を決めた。突然魔法陣の中から出てきて、いきなり剣を突きつけて俺を脅かしてきた頃は、とりあえず横に置いておこう。もちろん説明はしてもらいたいところだが、まずは彼女カトリアを助けないと。やっぱり持つべきものは親ってことかな。幸いというか、なんというか、母親から応急手当の方法は道に仕込まれている。マジか、母親なんだ、看護婦なんか。へえ、俺は、マジか。何かあった時に、すぐに動けないようでは問題だということらしいが、まさかこんな形で役に立つなんてな。あ、これは治療です。これは治療なんです。女の子の体をね、ベタベタ触るって言っても治療なんでね。うん。一命を取り留めたんだったらヒーローやけんな、俺。彼女に押し付けられた応急処置セットを、クローゼットの中から、あ、母か、彼女にって。なんで俺母を彼女って呼んだんだろう。なんでだろうな。なんでだよ。なんで俺母を彼女って呼んでしまったの、俺。おかしいおかしいおかしい。どういうのもない変化したん、今俺。うん、クローゼットの中から取り出して、彼女の傷に、
止血ガーゼを巻こうとする。が、そこで俺は致命的なことに気がついてしまった。え、脱がさなあかんな。このままじゃダメだ。彼女が着ている鎧が邪魔になって、傷の手当てができそうにない。ですよね。ですよね。でも俺やったら躊躇なく脱がしますね。うん。そういうエッチな意味ではなくてですね。エッチな意味ではなくてですね、俺だったら勇敢にさ、勇敢にダイブすりますよね。鎧を外さないといけないが、これって勝手に外して怒られたりしないだろうか。何それ。何許可制なん。外すには許可がいりますみたいな、どっかに申請しないといけませんみたいな、そんな感じじゃないだろうに。鎧にそんなもんはないだろう、お前。迷っている暇はないぞ、シュリンコ。迷っている暇はないぞ。あー、くそ。迷っている暇なんかないか。苦しんでいる女の子をただ眺めるだけなんて、さすがにできないしな。そうだそうだ。意を決して、俺は片屋の体から、鎧を外すことにした。鎧の下ってさ、下着とかつけとんかな？直でおっぱいがあるんかな？直でおっぱいがあるんかな？柔らかそうな、え？鎧の下から現れた柔らかそうな白い肌は、できるだけ意識しないようにしつつ、傷の正確な場所を探していく。あ、でもそれで、ちょっと、できるだけやけんな。ちょっとは見えてしまうよな。ちょっとはね、ちょっとは見えても仕方ないよ。仕方ないよ、これ治療なんやけん。多分鎧の下なんか下着なんかつけてないだろう。多分おっぱいボロンって出てきたと思う。おっぱいボロンってでかいおっぱいボロンって出てきたかもしれん。でも仕方ないよ。みんな仕方ないよ。あ、仕方ないよ。あ、わかるか。あ、仕方ないよ。鎧のことがよくわからないが、どうやらかなり軽い素材で作られているようではあった。この鎧、本物なのか？コスプレで使えるような模造品なんかじゃないことは触れてみた瞬間にわかった。長い間使い込まれているらしく、鎧のあちこちに大小様々な傷が残っている。こんなものを着ているなんて、この子は一体何だというのだろう。そんなことを考えながら、俺はもたついた手つきながらも、彼女の傷の場所を把握し、止血をしていく。あ、これは、これは勘違いしてくださいね。画面見ずに音声だけちょっと見ながら、作業とかしていながら、音声だけ耳に入っている人、勘違いしてくださいね。そういう行為をしているわけじゃないんですよ。これは、人命救助なんでね。人命救助なんでね、これ。立派な。突然、カトレアが苦悶のうめき声を上げた。精神はまだ健全ですね。意識はないのに、はっきりとディアブロとやらに向けて、音叉の声を上げている。何があったのかは知らないけど、止血が終わるまでじっとしててくれよ。努めて冷静に、俺はつぶやく。消毒の痛みから手足をばたつかせる彼女。すると、隣からドンと壁を叩かれた。あ、隣人か。どうやら、夜遅くに若い男女がはしゃいでるとでも感じがされただろう。うん、確かに、音声だけ聞いてらはしゃいでるようには思われるんだろうな、ベッドの上で。そのままでも彼女だっていないっていうのに、とんだごたえだ、お前。とはいえ、このまま無意識のまま暴れるカトリアを放置するわけにもいかない。申し訳ないと思いながらも、俺は彼女の手足と口をタオルでベッドに縛り付けることにした。SM 始まりそうな雰囲気になってる。このまま今縛り付けていることをさ、性癖にさ、と捉えてしまって、カトリアが今後同棲する中で、これを、この状況にしてくれ、頼むとか、願ってきたらどうしよう。今はおとなしくしてきてくれ、頼むから。幸いなことに傷口は深くなく、ガーゼを当て、包帯を巻くことで止血することができた。けど、もしこのまま目を覚まさないなんてことがあれば、救急車を呼ぶ必要があるだろう。カタリオはしばらく意識がない状態で、道しろぎをしていたが、やがておとなしくなった。
寝たのか。口元に耳をやってみれば、規則正しい寝息が、吐息か、吐息が聞こえてくる。寝息？どっちだろう。このまま安静にしていればきっと大丈夫だろう。俺もちょっと寝るかな。めちゃくちゃ疲れだし。何が何だかわからないまま手当てをしてあげたのはいいが、彼女が目覚めたらまた騒がしくなりそう。そんな予感とともに俺は倒れ込むように眠りに落ちた。それからどれぐらい経ったのだろうか、誰かの声が聞こえてきた。聞き慣れない女の人がうめいているような声だ。それに何だろう、部屋の中がとってもいい香りがするような。そうだ、拘束してるんだったわみたいな感じだ。もう完全にさ、拷問される前だと思われてしまうよ、カートレアからしたら。今の声は何？うわっ！思わず飛び起きた俺は一瞬事態を飲み込めずに呆然としてしまう。そうしたのは主人公ですけどね。まあそうしたのは主人公ですけどね。俺ウィンドウ消せんのかな？ウィンドウ消せんのかな俺。すごいムチムチ。わ、見てー。なんかタイツみたいになってるからな、これ絶対領域あるんじゃ。うわーすげえ。俺のベッドの上で金髪の女の子は手足と口を縛られジタバタと動き回っていた。そりゃそうだろ、お前がやったんだから。そっか、昨日暴れないように縛ったんだったっけ。彼女は何かを言いたそうに俺のことを睨んでいる。少し怖くはあるものの、このまま縛りつけておくわけにもいかないので、まずは口の拘束を解くことにした。貴様、よくも私を恥ずかしめてくれたな。そうですね、そう思われても仕方ないですね、これは。パンツなんか丸見えですからね。いや、そんなつもりはなくて。早く拘束を解け、貴様の首を落としてくれる。わあ、拘束解いたら俺死ぬ。拘束解かん方がいいわこれ、死ぬわ。ほんまに黒ひげ危機一発俺になってしまうから。そんな物騒なことを言われて手足のタオルをほどくなんてできるはずがない。この程度魔法拘束と比べれば神切れに等しいはずなのに。昨晩止血した箇所の傷が痛むのか、彼女は本来の力を発揮できないようだった。ワイドしっかりタオルを結んでいてよかった。もし簡単に拘束が解けていたら、今頃は俺の方が縛られていたかもしれない。いや、最悪の場合は殺されていたかも。そんなことを考えてると朝から背筋が凍る。私をどうするつもりだ。うん、このシーンを YouTube にアップしてみんなに見てもらいますよ。いや、どうするって言われても、私の身ぐるみを剥ぎかしめて奴隷にでもするつもりか。わあ、あながちやってみたいな、そういうこと。そんなことになるくらいなら、く、殺せ。はい、見ました、また出ました、クッコロ来ました。このゲームタイトルになってるのもクッコロ、もうタイトル回収が早いですねこれ。また殺せって、そんなつもりないのに。タオルをほどきますから絶対に暴れないでくださいね。まあ写真撮っとけばよかったなって思う俺。写真 2,3 枚ぐらいいいよね、撮っとってもほら。そう彼女が返事をすると、俺は高速を解き始めた。が、次の瞬間、俺を見ていた景色は急に反転し、強い衝撃が背中をかけた。どうやらベッドの上に投げ飛ばされたらしい。形勢逆転だな。暴れないって。約束したのに。暴れてなどいない、貴様を取り押さえただけだ。さてどこから尋問をして。
どうやら彼女は自身の体に施された治療に気づいたようだ。これは私の身ぐるみを剥ぎ、雨津さえ拘束までしていたことへの言及はひとまず横に置いておこう。ああ、気づいてくれたな。確認しておきたい。これをやったのは貴様か？砲台を指差し、カトリアはそんなことを聞いてくる。ああ、そうだった。確かに傷の治療をしたのは俺で間違いない。そうですけど、もしかしてまずかったでしょうか？なるほど。しばらくの沈黙の後、彼女は俺の拘束を解き、口を開いた。敵と勘違いして悪かった。治療を施してくれたことに感謝する。ああ、いえ、大したことはできませんでしたけど。できたことといえば、止血と暴れないように拘束するくらいだ。まだ安静にした方がいいですよ。必要ない。この程度の傷、もう治った。嘘つけ！治ったということはないだろう。確かに傷は浅かったけれど、それでも一朝一夕で完治するようなものではないはずだ。しかし、カトリアは、こちらの進歩をよそに快調なようだった。治療の恩義にはいずれ王国からの報奨で応えたい。だが今はのんびりしている時間がないんだ。ああ、めっちゃおっぱい大きいよね。確かさ、公式サイトだったか設定の欄で見たけどさ、 D カップだって。ああ、嘘つけ。時間がない？ああ、キ君も知っているだろう。知らん。私は騎士団長として兵を率い、ディアブロを討滅せねばならないのだ。あ、そうなんですか。頑張ってくださいね。ぐらいしか言えんわ。何のことだろうか。まるで、あ、間違えた。なんかおっしゃった。まるで映画の設定を耳にしたような気分だが、生地キロの魔法陣を見ているから言葉が出てこない。彼女のことをただの痛いコスプレイヤーだと言うには無理があった。だからこそ俺の頭は混乱してしまう。どうしたんだ？いや、そのディアブロってどんなやつなのかなって思って。カトリアは顔を曇らせながら俺の問いに答えた。卑劣な竜だ。すでにいくつもの国が奴の手によって滅ぼされている。王国の騎士団を総動員して、私はなんとか奴の懐まで潜り込んだのだ。あと一歩のところで仕留められたはずだが、手痛い反撃を受けてしまってな。民間人に窮地を救ってもらうことになるとは思わなかった。急いで戦線に復帰せねば。ああ、ひどい目に遭った時になんか魔法陣でこっちの世界来てしまったって感じやな。そこまで聞いてから俺はそっと手を挙げた。なんとなくそうしなければ発言してはいけないような気になっていたからだが。何か質問があるのか？おっぱい揉んでいいですか？あ、はい。暴流とかはよくわかりませんが、戦線に復帰ってどこに行くつもりなんですか？決まっている。暴流の軍勢を迎え撃った決戦の地、ワール渓谷だ。いやー、聞いたことないね。地図とか載ってないよね。だって異世界だもの。ワール渓谷、地理に明るいわけではないが、そんなの聞いたことがない。あるか、そんなもん。それをカトリアに話してみると、カージは不可思議なものを見るかのように首を傾けた。ワール渓谷を知らないだと？世界で最も広大な渓谷だぞ。だって知らないよ、異世界だもの。その衣装、随分と奇抜だな。俺も同じことを考えていたよ。それだけではない。なんだこの部屋は。気がつかなかったが、見たことがないものばかりだ。このちょっとゆったり揺れるあたりがさ、色っぽいでしょ。このゲーム立ち絵、今更やけど、ゆったりちょっと動いてるんですよね、これ。ゆったり。そう言うと、彼女はお茶の入ったペットボトルやテレビ、携帯電話をペタペタと触る。まさか、おい、今は王国
国歴何年だ。そういう年号使ってません。王国歴？西暦じゃなくてですか？西暦？そんな年号は聞いたことがないぞ。探知、空間識別、年は、クソ、発動しない。ああ、こっちにはそういう魔力とかないんで、魔力とかないんでね、はい。そうか、この世界には魔力が。そうなんだよ、魔力はないんですよ、残念でしたね、勢力だよ。あ、待て待て、あれ？待て、どっかのボタンを押したらウィンドウ消えたぞ。俺どのボタン押した？待て、どのボタン押した？俺どのボタン押した？待って、どのボタン、あ、 B ボタンか、 B ボタンでこれ枠消えるんか。あー、何かエッチなウィンドウがあったらこれでいけるんじゃ。そうつぶやいて彼女はしばらく何かを考え込むように押し黙ってしまった。その表情から何か深刻な事態に陥っていることがわかる。大丈夫ですか？おいでよければ近いになりますけど。いや、その前にやるべきことがある。なんだい？一つ聞きたい。キ君は私がどうやってこの部屋に現れたのか見たか？魔法陣で来たよな。もちろん見た。あんな光景は忘れたくても忘れられるはずがない。突然魔法陣がそこのベッドの上に出てきて光ったんです。そしたらあなたが現れたのだと説明する。口頭向けにも程がある説明だったが、カタリアは笑ったりはしなかった。やはりそうか。どうしてもカトヤの顔よりもでかいおっぱいの方が目に行くわ。むしろ帰ってきたのは納得したというような、そんなその言葉だ。まるで答え合わせをするかのようなその態度に俺は疑問を抱く。何か分かったことでも？ああ、どうやら私は次元転移させられたらしい。急に何を言い始めたんだろう。いぶかしげな顔になった俺は彼女の話を聞く。ボーリューディアブロは時空間魔法を操るんだ。え？ともなく現れ、音もなく去る。とんでもねえな。とんでもないやつだな、ディアブロ。時空間魔法を操る。えげつねえラスボスやん。割ととんでもないって。お手上げな能力使う竜やな、お前。そりゃいくつもの国滅ぼわな。神出鬼没とされるやつの動きは時空間魔法を用いた転移によって成立していた。やべえ、仮面ライダーとかだったら、平成の仮面ライダーとかだったらラスボス級のやつしか持ってはいけないような能力持ってるぞ、お前。たまにおるよな、そんなやべえチート能力持った仮面ライダーおるよな。その応用で時空間だけではなく次元転移魔法を発動させたのだろう。やつは私を恐れていたと見えるな。ああ、なるほど。ちょっと負けそうになったけんキルダ使ったみたいな感じか。ふっと笑みを浮かべた後、カトリアは俺の顔を見つめる。改めて自己紹介をしておこう。ゲーム始めて40分超えたけどようやく自己紹介してくれたよ、お前。我が名はカトレア。オルドワール王国の騎士団長としてディアブロ討伐の任を与えられし者だ。そう、ディアブロか。カトリアっていう名前なんですよ、つまり。ようやく自己紹介してくれたけどさ、さりげなくさっきも名乗りだったもんな。あー、ほんまにおっぱいがでけえわ。キ君はおそらく別の次元、異世界の人間なのだろう。このおでかいおっぱい、カトパイって呼んでいいかな。全然話入ってないやん、俺。カトリアの話全然頭入ってないわ、俺。おっぱいがでかすぎて。重ねてになるが。おっと、頬をあくらめるな。ヒレを浴びる。頬をあくらめるな。許してくれ。ちょっと、俺の性癖の興奮が収まらんようになるから、顔をあくらめるな。そんな、頭を上げてください。レジに頭を下げて謝罪する彼女の態度を見ると、かなり厳格な人物だなと思えた。そんな彼女が負傷していたとはいえ、あれほどに取り乱されたと考えると、ディアブロの脅威とやらは冗談では済まされない。でもこういう厳格な女の人がさ、
っとなんかみたいな方向にさ向かっていくんでさ、ちょっと性的興奮を覚えるよねみんな。俺は何を言ってるんだろう。あ、読むわ、そうだ、今カトレアさんが何とかみたいな。でもこれからどうするつもりなんですか。当然元の世界に戻る方法を探る。ですよね、そりゃそうか、即答だった。でも敵の能力でさ、こっちに送り込まれとって、かつこっちには魔力ないんだろ。どうやって戻るって考えてもさ、ちょっと手の打ちようがないよな。なんかあるんかなこれ。実はこっちの世界にもなんか魔力的なもんが、考えるまでもないということなんだろう。元の世界、この世界へ来ることができたということは、帰る方法だって必ずあるはずだ。まあそりゃそうなんだろうけど、私自身が異世界に来たのはこれが初めてだが、次元転移の魔法で過去例がなかったわけではないからな。へえ。その方法を手に入れるまでしばらくはこの世界で暮らすしかないだろう。暮らすしかないと簡単に言ってはいるけれど、どうやって生活していくつもりなんだ。そりゃ当たり前だろう、お前が世話をしてあげるんだよ、世話をしてあげるんだよ。そもそもこっちの世界の常識によってないだろうし、まあ、まともに日常生活を送れるかどうかさえ不安だ。一緒に生活するんだよ。ここを出ていくってことですよね。大丈夫なんですか。見送っちゃダメなんだよ。大丈夫というのはどういう意味だ。その格好がまず危ないね。いろんな意味で危ないね。その格好がまずいろんな意味で危ないね。剣とか押収されたら逮捕されちゃうね。ほら、住むところとか仕事とか。住むところに関しては心配いらない。野営はこれでも慣れているからな。慣れとかじゃないんですよね。うん、女の人が一人でそういう野営とかしてくれば、こっちの世界では危ないことなんですよね。全然わかってない。そんな格好で女の子でホームレスなんてありえないだろ。だからといって、このまま事態に巻き込まれてしまうなんか、なんだかまずい気がする。出て行ってくれるって言うんだから、引き止めない方がいいと思うけど。なんだ？まさか、キ君が私に協力してくれるというのか？え、いや。沈黙が、どうやら全く意味で、違う意味で解釈されてしまったらしい。その心遣いには感謝したいが、無関係の民間人。それも異世界の者の手を借りるとあっては騎士の名折れ。いや、そういうのいいんすか。そういうのいいんです。そういうのいいんです。私の目的は元の世界に戻ること。それと比べれば私自身の誇りなど。真面目に考えるな、真面目に考えるな。そういう誇りがどうのとこうのとか。キ君の甘えるんかい。甘えよう。甘えるんじゃ。拠点として帰還方法を調査する。まあその方がこっちとしてはありがたいかもしれんけど、いろんな意味でな、そういうなんかラッキースキル的な意味で、まあそういうのもある、そういういろんな意味でな。ここなんでやったーってなるよ。俺だったらやったーって続くよこれ。主人公はなんでってなるけどさ、まずい意味でなんでって言うけど、俺その後でやったーってなるからね。マジかやったーって。ここならば雨風もしのげるだろう。野営は慣れていると言ったが、避けられるものならば避けたい。うん。そりゃそうでしょうけど、マジっすか？もちろん。目的を果たしさえすればすぐに出ていく。それまでどうかよろしく頼む。ずっと追ってもいいんやけどな。頭を下げてくるカトリアに、俺は拒絶する言葉を見つけられなかった。わかりました。戻る方法、俺も探します。すまない。この代用には何らかの形で答えねばならないな。うん。これがさ、ツイッターとかで今すごい話題になってる某ゾンビ漫画だったらさ、その代わり抱かせろって言うからな俺。そしてカトリアがさ、男の人っていつもそうだな、おい私のことを何だと思ってるんだって言えばさ、完全に正解やけんなお前。いや、そういうのはいらないので抱かせろ。あんまり大きな声を出さないでほしい。なんといっても、このアパートは一人暮らしでの契約なのだ。
同意人がいるなんてことが大家さんにでもバレたら家賃を倍にされるかもしれない。同意人、同居人、同居人か。いや待て、こうやってますか、女性との同棲。今更ながらにその事実に気がついて俺は目を丸くした。そう考えたら家賃が倍になってもいいやって思ってしまうよな俺は。どうしよう、同棲なんてしたこともないのに。そもそも男友達とのルームシェアだって未経験なんだ。共同生活なんてできるのか。大丈夫大丈夫、ちょっと向こう側に踏み込んでもいけると思うよ。それに鎧を着てはいるけど、こんなに可愛いこと同じ屋根の下なんて。ああそうだ、先に言っておくことがある。何？え、私は騎士だ。女である前に自らを剣として王国に身を捧げると誓ったみ。はい。この剣たる我が身に不埒な真似をしようとするならば、ライオンある貴君であっても切り捨てるから、そのつもりでいてくれ。とんでもないお残し文句だが、これ以上ないことに効果的だった。あ、あでもさ、でもささ、今後さ、お風呂に入れるとこってあるよね。それをさ、誤って、裸姿を見て、もうこれ、脳幹にしてもらえるよね。仕方ないよ、どうせ、うん、男の人と、男女さ、同じ屋根の下に、住むってさ、そういうことやけんな、カトレア。わからん？異世界でもそれは共通認識でおってほしいんやけどね。わからん、カトレア。彼女なら、きっと躊躇なくやってのけるだろう。それぐらいは、俺にもわかる。わかってますよ、そんなこと。分かっていながらムラムラするんですよ、男だもの。だろうな、貴君は見たところ信頼に足りそうだ。よかった、真面目に生きてきて。それは褒めてくれているのだろうか、それとも男として見ていないのだろうか。いまいち釈然としないものの感じだから、カトレアは俺はある程度信頼してくれていることが分かった。それはいいが、これからどうなるんだろう。不安を抱えながら俺とカトレアの共同生活が始まった。不安といえば不安だが、これから膨らむカトレアのそのおっぱいへの妄想が俺の睡眠不足を加速させるだろう、そう思った。